フィギュアスケートのアイスダンスで22年北京オリンピック、五輪、日本代表の小松原美里、31、孫、32、グミ、倉敷 FSC が、電撃的にカップルを解散することになった。22日、所属事務所が日本スケート連盟を通じて発表。美里は競技者を引退し、とうとは様々な可能性を熟考しているという。写真、妻、 小松原美里を優しく抱きしめる夫の小松原村美里は発表後、インスタグラムを更新。誠に急ではございますが、先日の3月にモントリオールで開催された世界選手権をもって23年の競技生活の幕を閉めることに決めたことをご報告させていただきます、と報告した。理由の一端について、今年は本当に毎試合怪我と戦っていて体が苦しい中、 2月の4大陸選手権では、自己過去最高得点を出すことができ、モントリオールの世界選手権では自分の好きな、練習してきた演技ができました。こうした今シーズンの経験、そして五輪の夢を叶えられたこと。自分の競技人生をやりきったと心から思えている自分に気づきました、と綴っている。チームココの愛称で親しまれた2人は16年にカップルを結成。 17年には結婚し、米国出身のトーとは20年11月の日本国籍取得を機に、ティムコレトから小松原美琴となって大会に出場するようになった。全日本選手権で5度の優勝経験を持ち、北京五輪では首相として団体戦で初の銅メダル獲得に貢献。24年1月にはカミラ・ワリエは、ロシアのドーピング違反認定により、 国際スケート連盟、椅子、が日本を銀メダルに繰り上げることを正式発表している。本人や所属事務所によると、今後は引き続きアイスショーやプロスケーターとしての活動を継続、拠点カナダでのコーチ資格の取得も目指していくという。二人のコメントは以下の通り、いつも応援してくださっている皆様へチーム個々を結成してから8年間、 日本スケート連盟関係者の皆様をはじめ、スポンサーのつくば記念病院様、温かい声援を送ってくださったファンの皆様にご工場を賜り、大変感謝しております。スケートの素敵なところをたくさん感させて経験させていただきました。この経験を生かし、どのように生きていくか模索しながら、人としてさらに成長していけるように学び続けます。心よりありがとうございました。